東京オリンピックとパラリンピックに向けて北九州市で予定されていたイギリスの車いすラグビーとタイの卓球選手の事前キャンプが新型コロナの影響で中止されることになりました。車いす同士をぶつけ合う激しいタックル。迫力あるプレーが魅力の車いすラグビー。2年前、イギリス代表チームが北九州市の小学校でプレーを披露しました。北九州市はイギリスの車いすラグビー連盟とパラリンピックの事前キャンプ実施の覚書を結び、交流を続けてきました。キャンプは8月から1週間の予定でしたが、感染状況によりイギリス側から中止せざるを得ないと連絡があったということです。一方で今後も交流を続けていきたいと新たなパートナーシップ協定の締結も提案されたということです。北九州市では他にもオリンピックタイ卓球代表選手の事前キャンプも中止が決まりました。